はい、こんにちは。今回は近鉄の米野駅から歩いて5分ぐらい、名古屋駅からは歩いて10分ちょっとぐらいのところにあります、こちらのパレス名古屋に宿泊いたします。で、こちらのホテルは私が高速バスの運転士をしていた時によくお世話になったホテルです。それでは今回の動画もよろしくお願いいたします。はい、部屋に入りまして、まあ、部屋の中こんな感じとなっております。ベッドがなんか結構なんか広めのベッドですね、はい。まあ、部屋の中ざっとこんな感じです。じゃあちょっとお風呂とかトイレ見てみましょうか。はい、こちらちょっと開けますと、まあ普通のビジネスホテルのまあトイレとお風呂場ですね。まあこれの最近内装をやり替えてまして、まあ綺麗になってます。それではちょっと部屋でゆっくりしたいと思います。夕食はホテル近くのスーパーへ買い物に行ってきます。ホテルから歩いて5分弱のところにありますスーパーで夕食を調達してきました。最初にサラダとシシャモフライと、カボチャが半額で売っておりました。サバの竜田揚げと、お寿司をいただきます。はい、それではサラダからいただきます。はい、続いてかぼちゃいただきます。はい、続いてししゃもフライいただきます。はい、サバの竜田揚げいただきます。はい、続いてお寿司いただきまーす。はい、食事も終わりまして今から寝たいと思います。それではおやすみなさーい。おはようございます。今から朝食に行ってきます。名古屋ではコーヒーを単品で注文して、セットといえばこのように卵とトーストが出てくる喫茶店が多いみたいです。はい、ホテル1階の喫茶店でなんと450円でモーニングセットをいただいてきました。それでは今からこの切符を利用して出かけたいと思います。それではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。